村の北、あ、もう進んでいいのか。ザンタを探しに行くのか。ほら、イベントですね。イベントだからフルボイスっぽいけど。ああ、この子が助けを求めてきたからな。ですね。普通っていうか、普段だったら、ああで終わりなんで。師匠からの手紙には、ストーンガードに行くとあった。まずはそこに向かってみようと思う。あのザンターが窮地に追い込まれてな。にわかには信じがたいが、ハーゲンがお前のもとへ駆けつけたのだ。確かに、ただごとではない。気をつけて、行ってこい。ああ、村のことは任せた。結構主人公で、ああっていうの、人多いですよね。ただし、無理はするでないぞ。そこはザンタに似なくてよい。心に留めておく、村長。では行ってくる。必ず師匠と一緒に戻る。だから無事でいろ、師匠。かくして、カリウド、ハン・イットは旅立った。赤目と呼ばれる魔物を追って消息を絶った師匠を見つけ、連れ帰るために、彼女にどんな運命が待ち受けているのか、今は誰も知らない。今は誰も知らないってこの言葉っていうか、文脈は何か聞いたことあるな。よし。2章へ進む前に、他にも7人の仲間たちが出会いを待っています。最初に選ぶ主人公たちですよね、多分。まずは仲間がいる町に行き、パーティーに加えましょう。人数が増えれば、バトルの戦力も大幅アップ。そう、なんか、結構な人数をパーティーに組めるって何かで見たんだけど、このゲームだったか違ったか覚えてないな。それに従って進むと、黄色、あれ？この黄色いのなんだ？宝箱がある。なんかああ、そっか。宝箱を開けるときにブルッてする、来るのはちょっと、民家っぽいところがありますね。進む。敵は？あ、これは新しい敵ではないな。私の出番だな。まあもう、ブート使う？仕掛けるで、これ全体攻撃だからこれにしよう。お、強いかな？狙い撃つ。もう一回できる？何？なんか下がった。翼っぽいけど。なんかこれ別のゲームのこと言っていいのかわかんないですけど、この BGM の、ミュートするか。おう。相手に敬意を払う。某ゲームの BGM になんか一部分がそっくり。ん？あ、なんか、なんか、年老いたような声が聞こえたけど。あ、若いですね。先ほど魔物に襲われてしまって足をやられて動けないんです。申し訳ありませんが、HP 回復のブドウ一つ分けてくださいませんか？同時にセーブポイント、あ、なんか看板あるな。グレイムグレース。左は何もないのかな。あ、西、シーワルキ、シンド、
その先ボルダーフォールホーム、多分右側に来るのがいいと思うんだよね。あの、はい、まあ、はい、これでなんとか歩けそうです。危ないところ助かりました。ありがとうございます。僕の名前はクリスと申します。クリスっていう名前はすごく非常にいろんなところで目にするお名前ですよね。幼い頃に行方不明になった父を探して旅をしている最中なんです。あなたも旅をしてらっしゃるんですか？うん。てか旅をするなら、その HP 回復の、なんだっけ、ブドウだっけは、持ち歩いていた方がいいんじゃないですかね。では、どこかでまたお会いするかもしれませんね。あなたもお気をつけて、どうか良い旅を。チュートリアル、サブストーリー。大陸中には困っている人々がたくさんいます。どうすれば解決できるのか考えてみましょう。難しいのもあるんでしょうね。今のは普通に簡単でしたが。ベッドが痛い。この中には、解決方法が一つではないものも。なんか、よくある、エンディングチャートが二つあるとかそういう、お金もらえるのか、それは嬉しい。これはお礼ですとか言ってくれた方がなんかねえ。行きたいけど宝箱開けたいな。睡眠治療ハーブ、始めよう。よし、先制攻撃。私の出番だな。今思ったけど、なんか2って数値何？私の出番です。復帰のレベルかな。私の出番だな。一気に畳みかけていいんじゃないかな、これ。レイクレ、はいはい。いい戦いだった。敵がね、2体出てくる時があるので、こっちじゃなくて、東に進みましょう。セーブは、まだいいかな。これどう、結構エンカウント率高いですね。狙い、いや、ブーストじゃない、間違えた。あれ？狙い撃つ。え、この行動、男性がまだ分かってないな。よし、一気にこれで合わせるんじゃないかな。終わりだな。道具屋かな。この森には見たことのない動物がたくさんいますね。とても珍しい動物の毛皮や爪、牙などを仕入れることができました。あ、それ、え、それだけ。この人に消しかけることできるの？行商商人。関係性が少し悪くなる。失敗すると？どういうこと？こんなの前、村人とかで出たっけ？関係性って何？もうその消しかける。気になるな。まあ、やってみるか。行け。何だってんだ、全く。確かにね。立ちふさがるなら狩るだけだ。どう動く？はい、攻撃はいっぱいけど。あ、間違えた。HP 回復するつもりなんてなかった。それ非常によろしくなくないかな。どうだこれで。あ、強っ。いい戦い。まあ、失敗ではないですよね。あと、うまくいったな。いいのこれで。よかったのこれ。復活のオリーブ。こっちで。
西フレイム、フレイムと雪ってなんか、一気に、寒い。これどうなってんだ？回り道か、これ。フレイムブレース。とりあえず宝箱を開けよう。新しい敵ですね。狙い撃つ。とりあえず弓で。氷雪のリザードマンかな。あ、リザードマンってことはトカゲですね。これではないです。じゃあちょっと武器から、これにしよう。あ、弱点かな。で、ブレイクになったので。倒せるか。あ、倒せた。別に敵が格段強くなったってわけじゃないようで。これ B ボタンダッシュするとなんか赤くなるんだけど。ちょっと待って、あ、どうやっていくのこれ。あの、マップがよくわからない。ちょっと待って。北に行って、あ、こういうこと。これは弓じゃないかな。これ捉えられる、捕獲なんか 60% か。それは 60% は大体半分の確率なんだよね。なので普通に、あ、痛い。なんか白くなってない？何パー？あ、これで 100% か。得意技氷結。いい戦いだった。もう戦闘の BGM なんか声が裏返ったな。戦闘の BGM がね、さっきも言ったかもしれないんですけど、こっちで合ってるか。あ、待って、ここに待って、レベル25と書いてある。絶対違う。いや、いけるのかもしれないけど、こっちに行こうか。行くぞ。作曲っていうか BGM の、同じ方なのかな。あれ、なんかさっき違う、これさっきなんか弱点が、あ、2になってる。あー、ということはブレイクしてこの状態で、私の出番だ。違う違う、捕獲100パー。あ、全体攻撃ね。あ、いっぱい。森ギツネいくか。これでいいかな。いい戦いだった。あと少しでレベルが上がりそう。始めよう。何かな。私の出番だな。2。多分2の方が若干強いんでしょうね。どう動く？これでブレイクか。で、こんなうちに、よし、これ倒せる。倒せるよね。いい戦いだった。結構仲間が欲しいところ。フレイムブレース接動。ちょっと待って。座り方を変えよう。なんか体が痛い。体が。こっちに行って。ちょっとやっぱ、どうしよう。こうかな。体勢がね、きつい。やっぱ、椅子が欲しいな。セーブポイントがあって、
アトラス団は初めて聞くけど、とりあえずフレームグレースに目指しましょう。こっちなんかある？立ち塞がるなら狩るだけだ。私の出番だな。魔物で仕掛けるで、どう動く？この一体にはきついな。当たるものか。どう動くか。これぐらいで倒せるか。よし。見えている。私の。かかってこった。で倒せますかね。終わりだな。こっちは何がある？なんか何か祭壇みたいな感じ。あ、こっちがフレームグレースでいいのか。こんにちは。はい、こんにちは。フレームグレース、聖火教会のお膝元。あ、ここになんか誰だ、これか。あ、いますね。おひ、確かなんだっけ、神官だったっけ、違ったっけ、なんだっけ、聖女だっけ、忘れちゃったな。道具屋だっけかな。この人は？どうも。ん？どうも。これから寒くなると聞いてますので、もうすでになんか雪降ってるけど、まあ、さらに寒くなるっていうことかな。これは、あなたの代わりに私が。これは、彼女の名はオフィーリア。この大聖堂がそびえるフレームグレースで、神官として、あ、そうです。やっぱり神官になってましたね。20年に一度の、式年奉火の時に、近々旅立つ友人、そして家族でもあるリアンのため、手伝いをしていた。そんな中、リアナの、実の父親の容体が急変。リアナに代わり、自らが儀式を行おうと決意し、羽根火を取りに一人、原初の洞窟へ向かおうとしている。彼女には仲間が必要だ。ああ。なんか声が聞こえるんだけど、これゲームの中かな？それとも、町にいる仲間に話しかけてパーティーに加えましょう。そのキャラクターの第1章クリアをすれば共に旅を続けることができます。第1章クリア後であればパーティーメンバーは酒場でいつでも入れ替えが可能になります。オフィーリアを仲間にしますか。仲間にすると少しの間ですがエリアの移動に制限がかかります。もう順番的にここで一人欲しい感じですよね。はい。これまでの話を体験しますか。これ範囲にしてどうなるの。序盤のなんかあらすじみたいなのが見れるのかな。なんか左上に出たけど。はーい。どうぞ入って。今日の良き日に聖火のお導きがありますように。今日の良き日に聖火のお導きがありますように。普通の朝の挨拶なのにいつもと違う感じがしますね。出発の日が近いからかな。ちょっと緊張しているのかも。リオナ？大
丈夫。私のことは心配しないで。ちゃんと儀式を成し遂げるから。20年前、父様も儀式をやり遂げたわ。娘の私が失敗するわけにはいかないもの。ああ、すみません。声が聞こえるって言ったと思うんですけど、裏で、YouTube 開いてて、実況動画開いてましたね。その音声がなんかの、漏れてたみたいですね。リアナは本当にすごいですね。ヨーセフ大司教様の娘としてずっと周囲から期待されています。この前の信徒の皆さんへの講話も堂々としたものでしたし、今回の儀式だって一人で立派に果たそうとしています。そんなことはないわ、みんなのおかげよ。講話だってその内容をオフィリアが一緒に考えてくれたからできたことだし、あなたの力になれているなら嬉しいです。ありがとう、リアナ。さあ、オフィリア、礼拝堂に行きましょう。ああ、動かせるもんね。お、なんかすごい大きい。世界をしょじゃないや。創造世紙13中の神々は、そこに住まう植物や動物、そして大地の主となる人を作った。だが大地を欲していたガルデラ神が他の神々に反旗を翻したでいいのかな、これ。あの力を司る神ガルデラに12中の神々が苦戦を強いられる。この激しい戦いを終わりに導いたのが聖なる力を司るかこれ。神エルフリックである。エルフリックは天より運びし星の炎はガルデラの力を弱め死の国へと封じた。この炎こそマンに対する神聖なる火、オルステラの大地を照らす、聖火である。誰？二人ともここにいたのか。ヨーセフ大司教様、父様、何か用事？いやいや、気にせんでくれ。そのままお勤めを進めなさい。はい、わかりました。しかし、二人とも大きくなったな。20でしたっけ？オフィリア、君が私のところに来てから。もうすぐ15年になります。うん、ということは5歳ぐらいの時に来たのかな。15年か、大きくなるわけだ。孤児だった私を引き取って育ててくださった大司教様のおかげです。本当に感謝しています。改まる必要はない。これも聖なる火のお導きだ。オフィリア、私も父様もあなたの家族よ。家族が一緒に過ごしてきただけなのに感謝するなんておかしいでしょ。リアナ、そうね、そうでしたね。父様だって教会では大司教様だけど、家ではのんきなおじさんですもの。のんきなおじさんとはって厳しいな。
お勤めが忙しいのはわかるけど、家のことは全然やらないんだもの。少しは手伝ってほしいわ。ということは、お母さんいないのかな。やれやれ、こいつはかなわん。聖火教会の大司教様も娘の前では肩なしですね。まったくだ。さて、リアナ、原初の洞窟へ行く準備は整ったのかな。はい、もちろんです。洞窟の最奥にある原初の炎、その炎から授かりし種火を携え、各地の教会の聖火を巡る。それが20年に一度行われる式年奉火の儀式だ。町から一歩外に出れば、そこには無法者や魔物が待ち受けている。各地の教会を巡る旅は危険を伴うものとなるだろう。だがお前ならやり遂げられる。みんなもお前に期待しているぞ。なんかたまにマイクで音声を拾うんだけど、何を拾ってるんだろう。その期待に応えたく思います。ヘッドホンじゃない、いやイヤホンからの音声がちょっと漏れてるのが入ってるのかな。これ20年前に父様が式年奉火の儀式をやり遂げたように。20年前ってリアナさんは、リアナさんいくつだ。しかな。そんな弱気なことをおっしゃらないでください。年には勝てないので何とも言えないな。大司教様から教えていただきたいことはまだまだたくさんあるのですから。そうです、父様、オフィリアの言う通りです。だから今日はお勤めを休んでゆっくり体調を整えてください。教皇聖火には私たちからお伝えしておきますから。教皇聖火って何だろう。部下っていうか、部下じゃないな、なんかそんな感じかな。教会に勤め。では二人の言葉に甘えるとしよう。今日の礼拝の準備は任せたよ。はい、大司教様。じゃあ私は父様を部屋までお連れするわ。はい、リアナ、こちらは任せてください。で、動かす。セリフなしね。何するの。あら、あの子は、ん、子供。どうしたんですか。迷子。ほら、一緒にママを探しましょう。安心して。礼拝の準備もありますが、いえ、まずはこの子のお母さんを探さないと、その後に急いでやれば間に合います。
主人公8人それぞれが持つ特別なコマンドで状況打開。街の人の前で Y ボタンを押してみましょう。あ、そっか。オフィリアは街の人々を導くことで連れて歩くことができます。あ、そう、ちょっと、なんか、導く何？なんか、とりあえず、この子導いていいの？聖火のカゴ。あ、これでいいのか？そうですな。この中にいるってことはないよね。あ、この人誰？教会じゃないや。この礼拝堂でいいのかな。じゃあ大聖堂だ。大聖堂。この人は。おお。この少年を連れた状態で、あ、これでいいの？これ反対でもよかったのか、お母さんを導いて、存じておりますのね。なんか、口調が変になった。なんとお礼を申し上げて、良いやら。ダメでしょ、勝手にいなくなったら。お願いです。うん、どうか叱らないであげてください。きちんといい子にしていましたから。ちょっと、泣き声がうるさかったですが。大司教様がいつもおっしゃるのも納得しました。おっしゃる？何を？オフィリア様もリアナ様も自慢の娘だと。さあ、坊や、オフィリア様にお礼を言いなさい。そこはお姉ちゃんじゃなくてお姉様と、お姉ちゃんでいいか。いや、オフィーリア様かな。うん、 B ボタンを押して、あ、スキル、ありがとうございます。このご恩はいつかは必ず。気づいたら誰もいないですね。はい。はじめまして。ノーゼフ大司教様はどちらにおられますか？今多分体調崩して寝込んでる。あの。そうですね。どなた様ですか？お。寮にいる紹介のマティアスと申します。レオニール紹介ってなんか聞いたことあるんだけど。ヨーセフ大司教様とは、懇意にさせていただいております。本当ですか？教会の方でしたか？ああ、教会じゃないや、紹介だ。はじめまして、オフィリアと申します。おお。ああ、結構有名なんだ。大沢。お噂は金々伺っております。オフィリア様とリアナ様は大司教様の優秀なご息女だと。そしてリアナ様は今回の儀式、式年奉火で聖火の運び手をお務めになるとか。そこで旅の支度などを用意するため私が呼ばれたというわけです。ありがとうございます。そうだったのですか。ありがとうございます。いえいえ、今日
教会の方々を支えるのも、信徒の務めですから。